どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。2021年に入ってからですね、月1回の頻度でこのアナログ手帳の話をしようっていうね、手帳会議っていうシリーズの動画を始めたんですけども、2月もねやってきました。で、今回何の話をするかっていうと、ちょっとね、僕がこのアナログ手帳、紙のねシステム手帳を使って新しいね記録習慣というか新しい習慣を始めたので、その話をしようかなというふうに思ってます。先月の手帳会議でもちょっとお話したんですけども、これまで僕このアナログのね紙のシステム手帳を主にタスク管理として使ってきたんですよね。こうやることを書いてその予定を整理するみたいな、そういう使い方をしてきたんですけども、ちょっとね今月からかな、新たに少しワクワクするような紙の手帳の使い方っていうのを始めてみて、これがね結構僕の中でハマってて毎日ねすごい楽しいんですよ。というわけで今回はですね、僕が新しく始めたこの紙の手帳の使い方っていうのをねご紹介しつつ、それのどこがいいのかとかね、そういった話をしていこうかなというふうに思ってます。もう本当にね、続けるだけで毎日がねどん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 楽しくなってくるような、そんな習慣かなというふうに思っているので、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでね、僕が今月から新しく始めた手帳習慣、何かっていうとですね、やることはすごくシンプルです。それはですね、紙の手帳に楽しかったことを記録していくってね、こういう風な紙の手帳の使い方、新しい習慣を始めたんですね。で、これどうやってるかっていうと、ちょっとね一つアイテムを導入しました。それがこちら、じゃじゃん、このコダックのインスタントプリンターっていうね、ちょっと新しい製品を手帳に導入してみました。これコダックの P210 っていうね、モバイル型のインスタントプリンターで、スマホと Bluetooth で接続することによって、スマホのねカメラロールの写真を簡単に写真にプリントできたりとか、シールにねプリントできたりとか、まあ、そういったことをしてくれるような簡易型のねプリンターになっています。プリンターの本体自体は1万円ぐらいで購入できて、でカートリッジ式になってるんですよね。で、僕はこのシールタイプってものを使ってるんですけども、このカートリッジシールが20枚入って、だいたい Amazon で1300円ぐらいです。で、普通にシール1枚に写真1枚っていう風な印刷もできるし、なんかコラージュしてね、1個のシールを2分割とか4分割にして、たくさんの写真をね一気に印刷することもできたりします。こちらの P210 っていうねインスタントプリンターを使って、楽しかったことがあった日にその写真を撮ってね、このプリンターで印刷して、紙のリフィルに写真をねシールで貼り付けて、そこにちょっとその日の思い出とか日付とかを書き込んで、楽しかったことっていうのをねこう新しく紙の手帳に書いていくっていう風な習慣を始めてみました。これがですねすごくシンプルで、本当にもう超簡単な写真日記みたいな形でね、楽しかった写真をプリントして、その日の思い出をねちょこちょこっと、本当に1行2行でもいいんですけども書き込んでいくだけなんですけども、これがですねまあすごい僕にハマってすごく楽しいんですよね。僕結構なんかちょっとネガティブな人間というかね、まあ、性格的にちょっとマイナス思考なところがあるんですよ。結構ねふとした瞬間に昔のね辛かったこととか嫌なこととかをねちょっと思い出しちゃって気分が沈んじゃうとか、まあ、そういうことがよくある人間なんですよね。でも普通に考えるとね、毎日こう楽しく過ごさせていただいているので、そう、嫌なことがねあるのはもうもちろんなんですけども、それと同じかそれ以上に毎日楽しいことって絶対あるはずなんですよ。ただ僕が自分の性格としてね、その楽しいことはなんかちょっと当たり前になっちゃってるのか、なかなかこの大事な思い出としてね認識できてなくて、なんか辛かったこととかね、ついそういう嫌なことだけをこうクローズアップしちゃって、思い出して気分が下がっちゃうみたいなね、まあ、そういう状況になってると思うんですよね。そんな時に楽しかった思い出をねちゃんと写真に残して、こういう風なねシールに印刷して、それをね貼り付けて書き続けておくことによって、ちゃんとその書いてる時に楽しかったことってのはね自分の記憶の中にしっかり定着させるだけじゃなくて、振り返った時にね、あ、なんか今月こんなに楽しいことあったんだなっていう風に自分の中で楽しさを再認識できるっていう風なメリットがこの習慣にはあるんじゃないかなっていう風に思います。しかもこの習慣を始めてから、このねノートを書くのがすごく楽しくて、なんか今日楽しいことあったかなとかね、なんかこれちょっと楽しかったから写真撮って帰ってからね、こう楽しかったことの記録にメモしようみたいな形で、無意識の頭の中で楽しかったことをね探したりとか見つけるような、そういう風な意識になってきたんですよ。この記録ってのはもうね、楽しいことがあったらその都度写真撮ってねプリントして書き込んでるんですけども、僕1週間に1回自分のタスク整理のために自分会議っていうね、まあ、自分の中で来週タスクどんな感じ
にしようかなっていうふうな会議を行ってるんですけども、まあ、1週間に1回ぐらいのペースで今週この楽しいことの記録いくつ作れたかなとかね、いくつ埋まったかなみたいな形で1週間に1回定点観測することによって、あ、今週はね楽しいこといっぱいあったなっていうふうに振り返ったりとかね、ちょっと今週楽しさ見つけ出せてないぞ自分みたいな形で、なんか自分の1週間をそういう感情面でも振り返ることができたので、これねすごいいい習慣だなっていうふうに今感じています。この P210 っていうコダックのインスタントプリンターなんですけども、カートリッジがね、さっき話した通り、20枚で1300円なんですよ。で、僕はコラージュしてね、1枚のシールを2分割して写真を2枚印刷してるので、だいたいこの20枚パックを買うと、40枚の写真ってのをね、シールにして印刷することができます。そう考えると、シール1枚作るのにかかるコストってだいたい30円ぐらいなんですよね。このコストの安さってのもすごくポイントかなと思ってて、なんか高かったらね、相当楽しいことじゃないとこう書き込めないみたいなハードルが上がっちゃうんですけども、まあ、1枚30円だったら、どんどん印刷してね、どんどんこのページ数増やしていこうみたいな、そういうモチベーションが生まれるかなと思って、このコダックの P210 ね、価格帯とか使いやすさとか、まあ、そういった点もすごくちょうどいい製品なんじゃないかなというふうに思います。この楽しかった記録ってのはですね、方眼用紙のリフィルにどんどん書き加えていって、で、作ったものはですね、この紙のシステム手帳を開いたところにある、プロッターのね、プロジェクトマネージャーみたいな、こう、リフィルを挟み込める専用の、こう、リフィルがあるんですよ。ここに挟み込んでいくことで、こう、人前で手帳を開いてもね、中はそんなに見られないから、プライバシーっていうのも、ちょっとこう、確保しつつ、いつでもね、楽しかった記録持ち運べるので、なんかちょっとね、日常的に辛いことがあった時とかでも、手帳を開くだけでも楽しい気分になれるっていう風な、まあそういう風な管理にしています。純粋にこの楽しいことの記録を書いてる時間ってのもすごく楽しいし、そのね自分が楽しかったことっていうのが蓄積されていく様子もね心地いいし、あとはねさっきも話したんですけども、楽しいことなんかあるかなとかね、書けることあるかなっていう風に自分で楽しいことに意識を向けてくれるっていうのがこの習慣の一番いいところかなと思ってて、本当に今月からねちょっと始めてみようかなと思って何の気なしに始めたんですけども、この習慣を始めてから本当に毎日楽しいことが増えたなと思って、これはねぜひ皆さんにお勧めしたいなと思って今回動画を撮らせていただきました。ぜひね僕と全く同じじゃなくてもいいんですけども、皆さんなりにアレンジして楽しいことを日々見つけて蓄積していくっていう習慣始めてみてはいかがでしょうか。前回僕がアナログとデジタルを併用してね、こうタスク管理してるっていう風な話をした時も、コメント欄とかで、それなんかアナログ使うの効率悪くないですかとかね、デジタルを使った方が作業効率上がりますよっていう風な意見とかね、ちょこちょこいただいたんですよ。で、おそらく今回も、この楽しいことの記録ってね、僕写真で印刷して書き込んでるんですけども、まあそれだったら、例えばインスタグラムアカウントでやったらいいじゃんとか、まあ今ね、僕が結構推してるノーションとかで管理すれば、こう分析できちゃったりとかね、いろんなビューを使えたりとか、デジタルを使った方がいいんじゃないかなって意見もね多分出てくるんじゃないかなと思ってるんですね。でも僕がね最近すごく思うのは、何か物事のアウトプットとか成果ってのはこうモチベーションの強さかける作業効率っていう風な方程式でねこう表せるんじゃないかなっていう風に思ってるんですね。アナログって確かに作業効率こそ悪いかもしれないんですけども、やっぱりこの紙とペンを使って自分の手で文字を書いていくような感覚だったりとか、その実際に楽しかった写真を印刷して楽しかったこと記録っていうのがね物理的に積み上がっていく感覚ってすごく楽しいし、モチベーションアップにつながると思うんですよね。なのでアナログを使って何か物事を始めるときって、なんか作業効率が悪いんじゃないかなとか、アウトプットが良くないんじゃないかなっていう風に感じちゃいがちなんですけども、その自分のモチベーションの強さってところまで考慮すると、最終的なねアウトプットとか成果物ってのにもそのすごいプラスの影響を及ぼしていくんじゃないかなっていう風に僕は思うんですね。なので、まあ、アナログがいいかデジタルがいいかってね多分作業によっても違うと思うので、自分が新しく始めようとしている作業ってのがどちらかというと作業効率にこう重点を置くべきものなのか、モチベーションの強さってのが大事になるのかっていうのね、その比重っていうのを見極めながらデジタルとアナログをねうまくこう使い分けるとか併用していくっていうふうに考えると、最終的なアウトプットっていうのはねすごくいいものが出てくるとか、いい習慣が作れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。というわけで手帳会議の第2回目はですね、このモバイルプリンター、インスタントプリンターを使って楽しいこと記録始めたらすごい良かったですよっていう話と、そのデジタルじゃなくてアナログで管理することの楽しさとかモチベーションのアップってのが最終的な成果物ってのも繋がってくる場面があるよっていう風なお話をさせていただきました。僕もですね、これまでどっちかというとデジタル信者というかね、こう作業効率一番みたいな感じだったんですけども、紙の手帳を使い始めてからそのアナログってのにすごい可能性を感じていて、今回の、ね、楽しいこと記録ってのも多分デジタルだったらそこまで続いていないような気もするんですよ。
なので今後もね、手帳会議ってところでアナログの良さとかね、アナログとデジタルを併用することによってこういいことが起きるみたいなところについてもっとね話をしていければなというふうに思ってます。というわけで今回の動画はね、僕前から早くこの話手帳会議でしたいなというふうに思ったので、結構ねブワーっと喋っちゃってね、ほぼノーカットで動画撮ることができました。まあ、すごいね話してて気持ちよかったので、僕のこのね楽しいって気持ちが動画を通して少しでも伝わっていれば幸いです。というわけで今日の動画はここまでになります。今日の動画も少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。